E 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。当初はリバー級と称されていたが、1913年に再種別された。青年悪派を背景としたフランス海軍の水雷艇戦力の拡充に対抗するため、1892年度よりイギリス海軍は水雷艇駆逐艦と呼ばれる新艦種の整備に着手した。これは水雷艇を拡大した軽量の船体。 および水管ボイラーを採用した軽量大出力機関の搭載を基本としており、まず速力27ノットを目標とした27ノッター型、続いて30ノットを目標とした30ノッター型が整備された。1898年のファショダ事件で英仏関係の緊張は頂点に達したが、これを契機に両国は優和路線に転じ、1904年の英仏協商により、 中世の百年戦争以来の数百年にもわたった英仏間の対立関係に終止符が打たれた。この動きの背景にあったのが、ビルヘルム2世のドイツ帝国の帝国主義的、傍聴政策に対する警戒感であった。アルフレッド・セイヤー・マハンのとであったビルヘルム2世は海軍力を重視しており、1898年の艦隊法の制定によって、 艦隊の大拡張を開始したことから、イギリスも新しい対応を迫られることとなった。この環境変化に伴って、近海での作戦を想定してきた水雷艇駆逐艦も、想定戦場を北海に移して、功用性の向上が要求されるようになった。1899年11月、ドイツ帝国海軍の新型駆逐艦である S90 が、 全力高みで26.4ノット、風力7から10の状態で15ノットを発揮したという情報を受けたイギリス海軍は、1901年1月、従来の30ノッター型と同等以下の排水量で、全備状態で25.5ノットの速力を発揮可能な公用駆逐艦の計画に着手した。これによって建造されたのが本級である。本級では、 機関室の直前にまで達する長い選手路を付することで、両派性と居住性の向上を図っている。これにより、監視部還元は5メートルとなった。当初計画では30ノッター型と同程度の排水量とされていたが、この選手路の追加などによって550トンまで増加した。これにより、喫水が深くなったことから、27ノッター型、30ノッター型では、 艦備艦底部にプロペラ先端の一部を収めるための凹みが付されているのに対し、本級ではこれが省かれた。選手楼看板の設置によって、艦板が区を兵員室に使用できるようになったため、平ら看板型より乗員一人当たり床面積が増加した。なお本級では、船体強度を増すため、初めて校長力を外反と上看板に導入した。 従来の27ノッター型、30ノッター型では、検電されていた、速力性能は、チャンピオンデータに近く、実体を反映していないという問題があったことから、本級以降では実界面での性能が、重視されるようになった。機関構成は、石炭線小水管ボイラーとレシプロ蒸気機関という、従来の水雷低駆逐管の組み合わせがむね、踏襲された。手機は、 ホーソンレスリー車及びレアード車制の間では3段、膨張3気筒機関、その他の間では3段、膨張4気筒機関が搭載された。ボイラーは、ヤーロー式、ノルマン式、ソーニクロフトシュルツ式、ホワイト、フォスター式の各形式があったが、蒸気製常は共通で、いずれも圧力 250LBF、インに、飽和温度であった。また、エディン、ストアー、 テストの3隻は、試験的に、パーソンズ直結タービンを搭載している。このうち、エディンでは3軸推進方式を採用しており、両原軸に低圧タービン、中央軸に高圧タービンを結合したとみられている。巡航タービンは、高圧タービン1機と中圧タービンとされており、低圧タービン軸に結合された。推進機は、各軸あたりに小装備された。これにより、 大やけみでは、全力で約26.5ノット、巡航で約19ノットを記録した。装備面では、当初は30ノッター型のものが踏襲され、手法としては40口径7.6センチメートル砲1機、副砲として40口径5.7センチメートル砲5機が搭載されていた。その後、日露戦争の戦訓を受けて、6ポンド砲は、 威力不足と判断されたことから、1906年より、これを撤去し、官砲新型の12ポンド砲3基を追加装備した。また、水雷艇劇場と同時に、水雷艇と同様の来撃任務も求められたことから、ホワイトヘッド魚雷のための18インチ魚雷発射管2機も搭載されている。ありがとうございます。